沖縄本島中部において海兵隊員による少女暴行事件がまかもかという気持ちですが発生をいたしました。怒りを禁じえません。まず官房長官に聞きますが、今度の少女暴行事件についてどのように認識しておりますか。まあ、こうした悲惨な事件が二度と起こることのないように、まあ、アメリカ側とともに精力的に再発防止策の検討を進めているところでございます。私は事件発生直後現場に駆けつけました。犯人の海兵隊員は海兵隊の軍服を着ていたのではないんですね。犯行現場も行きました。保育所の真ん前ですよ。保育所の真ん前、公園の横。そして彼女はその後人通りもない国道の歩道で一人うずくまっているところを保護されているわけです。羊の顔をして近づいてきて狼に変身したわけですよ。こんなこと絶対に許されないですよ。この少女のどこにも落ち度はありません。官房長官、こういうことは絶対に起こってはならない、許されない事件だと、そういう認識もう一度伺えたんですが、いかがですか。誠に許されない、二度とあってはならない行為であるということは言うを待ちません。最初に、政府の閣僚から聞こえてきたのは日米同盟にひびが入らないかとかですね、あるいは地位協定に問題はないんだとか、そういう話ばっかりですね。なぜこんな事件が繰り返されるんですか。政府はその責任一体どんなふうに考えてるんですか。外務大臣、高村正彦君。この事件については私は委員と怒りを共有するものでございます。委員と意見が違うところは日米安全保障条約はそれにもかかわらず必要だということでございます。赤嶺君。こんな事件が繰り返されても日米安保条約は必要だと、これを付け加えることを忘れない。私ね、本当こういう態度に怒りを覚えます。それでは国家公安委員長に聞きますけれども、こうした米軍犯罪一体どれだけ起こってるんですか。刑法犯のうち殺人、強盗、強姦、放火といったいわゆる凶悪犯は、これはこの平成元年18年まで、では全国では124件、それから、検挙の累計人員で見ますと180人でございます。警察の発表でもあれだけの事件が繰り返されているわけですから、再発防止策では事件はなくならないということではありませんか。限りなく事件の数がゼロに近づくように最善の努力をするというのが我々に課せられた役割だと、こういうふうに思ってます。限りなくゼロに近づくどころか、少女暴行事件が起こった後酔っ払い運転が起こり、今日は女性のうちに侵入してるわけでしょ。起きてみたらソファーに米兵が寝ていたっていう、限りなくゼロに近づくどころか、後期粛清も再発防止も全くですね、効果を出していないんですよ。アメリカ側の後期粛清の問題でありますから、まず一義的にはアメリカが考えることでありますから、我々も被害に遭っている側でありますから、これは我々も関心を持って緊密に連絡をし注文もつけていきたい。日本政府が被害に遭っているなんてとんでもないですよ。基地提供しているのは日本政府じゃないですか。日本政府も加害の一端を担ってるんですよ。北丹の野国町長が、問題は米軍の占領意識が問題なんだと、このように言ってるんですよ。米軍全体にそういうことがあるとは私は承知をしておりませんが、一部にそういう意識があるとしたらまさに問題だと思います。全体にないどころかですね、例えば95年の少女暴行事件の時に在日米軍を統括している、これは、米太平洋軍ですよ。
リチャード・マッキー司令官、犯行に及んだ海兵隊3人にですね、全く馬鹿げた事件だと、レンタカーを借りる金があったなら、そういう金を払えば女性を手に入れることができるのに、こういう発言を沖縄で、沖縄の事件に対してしたんですよ。で、それだけじゃないですよ。2001年、やはり米軍の事件が起きて、県民の怒りが燃え盛っているときに、県議会で海兵隊削減が全会一致で決議されました。そのときにですね、その全会一致決議を止める努力をしなかったということで、稲嶺知事やその時の副知事、当時の金町長に対してですね、ヘイルストン4軍調整官、なんて言ったと思います？彼らは何もしなかった。彼らは頭がおかしく腰抜けだ。私は彼らをそう呼ぶのを楽しんできた。こんなメールを在沖米軍基地の司令官に打ちまくっていたんですよ。これは明るみに出たんですよ。で、また少女暴行事件直後にキャンプハンセンで司令官を務めたゲイリー・アンダーソンという方がワシントンポストにこう書いたんです。海兵隊員の犯罪率が特に高いとは思わない。米軍の駐留に反対する政治家によって宣伝されている。米国人を好まない人々の政治課題になっているために広く知られることになる。こういうことを言ってるんですよ。これは占領意識じゃないですか。それが占領意識かどうかは分かりませんけれども、あまり聞きたくない言葉、不愉快な言葉であります。これを人を見下しているということなんですよ。海兵隊っていうのはですね、海兵隊は人殺しの訓練をしてるんですよ。彼ら司令官はお前たちの任務だと、任務は何だと海兵隊に呼びかけて、海兵隊何と答えるか知ってますか？切るって答えるんですよ。もっと大きな声で言ったら切る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 、これが海兵隊の合言葉なんですよ。殺せ殺せ殺せ。そしてアフガンやイラクに送られる。そういう人たちが沖縄の中で一般市民生活に羊のような顔をして入ってくる。これが犯罪の大元じゃないですか。今私はレイプされた被害者の生の声を今日は紹介したいと思います。彼女はこう言ってます。私は被害者の一人として訴えます。私は高校2年生の時に米兵によるレイプを受けました。何度も自殺を図りました。ようやく生活が安定し始め、事件のことはなかったことにして暮らしたいと思っていた時、沖縄で少女暴行事件が起こりました。これは95年の時です。起こりました。ニュースを聞いて涙が止まりませんでした。自分が警察にも行かず公にもしなかったことが同じような被害に遭う少女を生み出してしまったのだとのかと思って被害に遭った女子中学生は何も悪くありません。私たちには自由に外を歩く権利があります。人殺しの訓練をしている人が基地内外を自由に行き来できる、そういう人がすぐそばに住んでいるのがおかしいのです。私の人生はあの時大きく狂わされました。政府に前の生活に戻してほしいと言いたい。基地を残し米兵を連れてきて言えることのない苦しみを押し付けているのは日本政府です。性犯罪の温床にもなる米軍基地の撤去を実現したい。このように述べております。私は直に彼女からお話も伺いました。今回の県議会の全会一致決議もやっぱり海兵隊の削減だと、基地の整理縮小撤去だと言ってるんです。再発防止は海兵隊の撤退と基地の撤去、そのために努力することだ。そのように外務大臣考えませんか？そういう要求にどう答えるんですか？外務大臣、高村正彦君。海兵隊8000人を減らすという目標で、今日米政府動いてます。その実現に全力を尽くします。
海兵隊8000人減らすというのも私は安保委員会で何度も言ってきましたが、1万人残るんです。今1万3000人しかいない沖縄の海兵隊、海兵隊8000人減らせばもっと減るじゃないかというと、1万人は残るというのが防衛省の答弁なんです。主力は残るんです。事件は繰り返されます。私はここですね、本気になって海兵隊の撤退、そして基地の削減撤去、これに踏み出さない限りですね、また同じような事件が繰り返される。もう再発防止や綱紀粛正ではごまかされない、そういうことを申し上げて、質問を終わります。